そうなんだ。同じような時間帯に終わったから、じゃあまあ一緒にまたいい結果出ればいいですけどね。とりあえず、普通にゲームしたいけどね、キャントンがなんか横行しててね、本当に普通にゲームできないときは、諦めるっていう。こんな面白い。いいのって。電気おい、何もない。驚いている俺。臨機応変じゃん。やべえ。どうしよう。アニバルがやってるよ。相手が分かれば。
どうも。あ、揺れる。あっち行かないと間に合わないよ。セルギアでいいよ、セルギアで、セルギアでいいよ。間に合わないから。間に合わない、間に合わない。間に合わないわけないじゃん。いや、もう二人が動かないと救助無理だって、難しいって。時間はかかるのはわかるんだけど、ここで治療させてるってもう、あの耐久まで入れることを意味するから。お、ライトなのか、BS なのか、はい、4代目はもう回した方がいい、4と5は7割、8割だ。テイトもいるんだったら、ライト救助じゃないんだったらやってみる。ライトか、フレアの人は無視でいいから回すしかねえんだ。最弱2人が生き残る道を選ぶ。レッドロック入っちゃった。側に切っていい。レッドロック切ってるじゃん。おお。だからやんなくていいっつってんのに、こっちが回ればいいのによ。マジで難しいことになっちゃったよ。邪魔でしかない展開だわ。発電機。これが俺のチェイス。ホイールと楽しい奇跡を起こす。これが白矢か。吉田が隠し持っていた必殺技、これがヒルダン。やめない。
れない。不祥事でも同じように聞けろちゃんの存在。もう誰もが分かってる。バーエースだ。これが元気な時だけやってるんじゃないんだよ。不祥事でも同じだから。俺が凄さ。エイトと見てれば分かる。この凄さ。感情はいらない。求めている勝利のためのデッドバイ。これこれヒアのジャンプ、デッドバランスズバース、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、楽しかったです。楽しかったです。はい、 DS かな。あ、ライトはライトだよね。ライトでもよかった。楽しかったです。僕もありがとうございました。うん、あ、 DS なんだ。じゃあ毛糸は何。ライト、サングレネード、 DS あるからあんまりいいだった。よかったよかった。珍しくいつも後ろ見ないけど、後ろ見てぐるぐるする作戦取ったから、もうしょうがないけど、苦肉の策で余った。うん、これからこうやればいいんだってことが分かった。あ、うん、ここでやられ